はい、インボ飯です。いただきます。今日は普通に野菜炒めを食べようと思いまして。珍しい。まあ、だね、野菜は美味しいから食べるからね、基本的に、うん、そうだから、あんまり俺に聞かない方がいいよ、その野菜嫌いなんですかとか。普通に俺も殴っちゃうから、うん、俺も普通にそのカメラとか全然こう、うまいもんちゃう。あ、いいね、うまいもん、うん、俺もだんだん老害が進んだらちょっとうまいもんで名乗っておこうかな。みんな偉いねって言ってるかもしれない。いや、偉いねとかじゃねえんだって。俺さ、TikTok でさ、アキラくんって知ってる。あ、あれいいよね。どっちのアキラ？ヤンキーじゃない。プロデュースじゃない。チーギューのアキラ。あ、プロデュースの方。あ、そう、プロデュース。あのね、もう一人面白いアキラいる。あ、そうなんだ。諦めないアキラ。諦めないアキラ。めっちゃ面白い。もうアキラって人みんな面白い。ネバーギブアップとかね。アキラくんはかっこいいね。喧嘩強そう。アキラくんの、これ。これみんな見て。見た方がいい。早すぎて見えない。見えない。皆さんフォローしてますもん。あ、マジ？アキラくん。うわ。アキラくんはね、ちょっとぜひコラボしたいなと思って。喧嘩教えてください。もうこっちね、家族好きで会いに行ったからね。マジで？いい子だったよ。接触してた。マジかよ。ヤンケンさんのお母さんが。もうみんな好き。そうそう、好きだから。わけわかんない。結構前に行ったでも。なんですかそれ。なんかめっちゃ強い技教えてほしい。そうなんだ。そうそう。ちょっと、すごいな。あの、美味しい野菜炒めです、これは。うん。あ、めっちゃうまいわ。うまみが違う。そういえば、この間、正真正銘に、あの、イベントが終わりまして。そうね。来てくれた皆さん、あと、メディアブルで、配信を見てくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あと、ゲストの皆さんも、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、おかげさまでも、だいぶ盛り上げてもらいまして。うん。助かりましたね。怖いね、話が。結構、伝説のイベントになった気がする。いや、すごいイベントだったと思います、本当に。みんなやっぱ、ちょっとすごいな。まあ、あとね、その会場にあの差し入れとね、プレゼントをいただいた方もいまして、はい、あのこの場をお借りしてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。全部見ました。ありがとうございます。びっくりしたのか、なんかあの色紙みたいな、うん、あったね、うん、寄せ書き、あ、寄せ書き、うん、そう、寄せ書き、どこで集めたんだろうっていうね感じでしたけれども、うん、あれはすごいなと思って、だって視聴者さん同士の寄せ書きじゃないですか、うん、あれを一体どこで集めたんだっていうのがずっと気になってて、一人で書いてたらめっちゃおもろくない？そうそう、悲しいなそれ、うん、いやでも本当にありがとうございます、うん、もう応援されてるなという感じがしましたんで、これもいただきました、うん、あ、そうですか、ニャールボロ、あ、何着 T シャツ、かわいい、いいじゃないですか、うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、もう本当に皆さん、うん、ありがとうございました。はい、ということでですね、今日の本題なんですけれども、これはもうね、まあ、事実だった陰謀論だろうね、これに関しては。お、事実だったっけね、うん、皆さん、ツイッターファイルってのはご存知でしょうか。ツイッターファイル、まあね、聞いたことない人もいるかもしれませんけれども、これはですね、実は結構古くてですね、一昨年2022年のですね12月2日頃から、要するにツイッター社内の不正を暴露する人たちが現れ始めたんですよ。その暴露内容をツイッターファイルと、まあ、称しているものなんですけれども、まあ、皆さんもう記憶にもちょっと懐かしい感じになってきましたけれども、うん、イーロン・マスクがですね、ツイッター社を買収して、今名前 X と変わりましたけれども、うん、まあ、その理由というのが、まあ、イーロン・マスクがですね、人々の言論の自由を守るんだと、ツイッターは言論の自由を守られていない、担保していないということで、まあ、イーロン・マスクが買収したということになってるんですね、これ。うん。要するに、だから、イーロン・マスクが買収した直後にですね、今までツイッターがやってきた悪事を暴いてやるということで、ツイッター社内の汚職にまみれた幹部たちを次々と追放していって、その悪事を暴露したっていうのが、今回の件なんですよ。で、その暴露内容が、まあ、結構面白いというか、まあ、陰謀論なんですよ。書いてある内容は。陰謀論なんですけど、でも出ちゃった話なんで、陰謀論ではないじゃないですか。陰謀だったってことですよね、うん、ツイッター社の陰謀。これをね、ちょっとね、皆さんに今日紹介したいなと思いまして、まあ、要するにですね、メディア、アメリカの政府、そして GAFA っていうような、うん、まあ、大企業ですね、うん、この大企業が結びついていた、政治的に密接に結びついていたっていうのが大きなテーマなんですよ、ツイッターファイル、うん、一般企業と政府が。まずですね、うん、なぜツイッターは人々の言論を検閲していたのかっていうテーマです、これ。その理由というのは、アメリカの政府機関、特に FBI による圧力があったっていうのが暴露されたんですよ。それというのは、アメリカの政府がですね、ツイッター、あとはフェイスブック、これら企業に検閲を依頼して、政府機関にとって不都合なユーザーの投稿をですね、まあ、凍結したり、しまいにはブロックしたりしていたということが判明してしまったんですよ。これ要するに、当時の都合の悪い情報は全部消し去ったってことじゃないですか。
これ陰謀論でしたよね、うん、要するにそういう X とかが、まあ、まあ日本の例で例えると、まあ、今回の話も出てきますけれども、うん、V の話とかね、うん、コブの話とか、うん、あの辺をいろんな情報出たわけじゃないですか、良くも悪くも、うん、だけどその今政府が推進したい情報ではない情報もいっぱい出てきたじゃないですか、うん、そうだね、それら情報をアメリカ政府は検閲したってことなんですよ、うん、要は都合が悪いからっていう、まあ、もう削除、ツイート削除だったり、はい、アカウントバンとか、まあ、凍結されましたしね実際ね、うん、まあ、これというのは実際アメリカの合衆国憲法においても言論の自由を侵害するもので違憲であるというふうに暴露されました。コミュニティ論争って当時なかったっけ？なかったですね、うん、あれはもう2年ぐらい前なのかな、できたのって、うん、去年ぐらいからあったよね、2年ぐらい経つね。一番怖いのはさ、あれじゃん、あの YouTube にもコミュニティノートつくんじゃないかって話が、あ、っていうかもうついてんだよな、うん、アメリカでは。ああ、そうだ、そうだ、そう、アメリカではやっぱそのほら、あのね、日本もなんかすごいって言うじゃないですか、陰謀論とか都市伝説、うん、いや、アメリカもう非じゃないよ、すっごいよ、本当にすっごい画像の荒いなんかフラットアースの画像をずっと出してる人がいたりとか、うん、もうね、日本の YouTube の方がまだマシ、まだね、都市伝説どうなんだろうね、アメリカ都市伝説系は。アメリカだからやっぱもう結構政治的発信はかなり多いですからね、うん、やっぱアメリカの大統領選はすごい、やっぱあの、ね、もう陰謀論のさ、うん、もう巣窟みたいになってるんで、アメリカはそんなすごいんですよ今、うん、まあそういうのもあるんでね、コミュニティノートっていうのもまあ分からなくはないとは思うんですけれども、だけどエンタメ情報として出してる都市伝説もあるじゃないですか、うん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 、っていうか基本的に僕らもエンターテインメントの一環としてやってるんですけれども、そういった情報もなんかこの冗談通じない感じでなんか検閲されるっていうのが非常に迷惑だなというか、ちょっと楽しみを奪わないでよっていうね、その話す側も聞く側もそんな感じなんですけれども、まあそういった検閲に対して FBI のみならずですね、 CIA、 あとはアメリカの国防省、こいつらもね介入してたんですよ検閲。特に一番検閲に介入していたのが大統領選挙。実際ですね、あの元 FBI だったりですね、まあ、元アメリカ国防総省とか CIA の諜報員だった人たちの証言が多く集まってまして、うん、というかそんなスパイたちの多くが実はツイッター社に勤務してたって言われてるんですよ。そうだから社内にスパイうじゃうじゃいたんですよ。これ別に今回のツイッター社だけに限らないですよ、今は多分 Facebook 全然いますよ、だからインスタグラムにもいるでしょうし、まあ、だから SNS の会社にはスパイがいるってことなんですよ、まあ、当時って話でしょ、まあ、そうです、ツイッター社の、そうです、今は分かりませんけどね、うん、まあ、Facebook は現役でいるんじゃないですかね、まあ、要するにそういったスパイの方たちがですね、そういった企業にお勤めになられまして、定期的に情報を、まあ、重宝していたということがもう発覚しておりますと、まあ、実際ね、あのイーロン・マスクさんもですね、それに関してですね、まあ、一番こういった情報を暴いたジャーナリストの人がマイケル・シェレンバーガーさんという人がいるんですけど、まあ、彼がいろんなツイッターの暴露をしている人物なんですね、うん、まあ、それの人物に対しての引用リツイートということで、アメリカ政府は一般の人々から情報を検閲するためにツイッター社に数百万ドル支払ったって説明してるんですよ。だからお金渡してるんですよ、うん、政治資金としてこうね、何億だね、支援金というかね、うん、まあ、さらにイーロン・マスクさんはツイッターだけじゃなく他のソーシャルメディアも同様であるというふうに言ったというのは分かってますね、まあ、実際ですね、暴露内容として FBI がツイッター社に対して2020年のアメリカ大統領選に関する誤情報の拡散に対し検閲を依頼していたことを公開したと、うん、もうこれもうガチガチだから、要はその選挙って公平なんですかねって疑問を提起した情報は全部検閲していったと。だからドナルド・トランプ凍結されたんですよ。そうだったね、あったね、やつずっと言ってたじゃないですか、これは公平じゃないみたいな、アンフェアだってずっと言ってたじゃないですか、うん、でも凍結されたんです。まあ、実際それでね、まあそこに関しての言及は YouTube ではできないのでこれ以上は話さないんですけれども、まあ結果バイデンがね、ボケ老人なのかぶっ壊れ AI なのか分かんないですけどAI 初の大統領、AI 初の地方省っていうね、その重大な欠陥を抱えているバイデン大統領はね、すごい真逆だもん、真逆なんですよ、ガッタというね、まあ、すごいことが起きたわけですけれども、うん、あ、ちなみにですね、まあ、これすごくね一時期話題になったバイデンの息子の、あ、ハンター、あ、ハンターバイデンのラップトップ問題っていうのは昔あったんですよ。要はノートパソコンの中にヤバい画像とかがいっぱい入ってるっていう大スキャンダルがあったの、うん、
それについてもやはり FBI がですね、まあ、バイデン大統領の息子なんで、いやバイデンに何かこうネガキャンにあるものがあったらまずいということで FBI がツイッターに対し火消しするために大金を払ったっていうことがもう公開されてるんですよ。それがですね、まあ、公平か不公平か一旦置いといて、うん、そういった情報工作は普通にあるよってことなんですよ。これは日本もその可能性あるよって話よ。この動画が上がってくるにはもう総裁選まだ始まってはないのか。いつだ。もうでもちょっとあれかギリギリみたいな感じか。まあちょうどあれか、うん、ホットな時期かもしれないね。どっちも変わるのか楽しみになってきたな。誰なんだろうね。新次郎さんです。なんか人気度はありそうだよな。うん、うん、でも若いよねにしても。そしたらだからそのなんか若さでみたいな。ああ、だからこの間の 俺スーパーのイートインでさ、うん、弁当食ってたら年寄りもうほんと、うん、ご老人の女の人3人ぐらいいて、ずっと今回の総裁選について熱く議論してる人いたもん。でもあの新次郎が やばいって言ってた。やばいって、うん、あんな若造がトランプに勝てるわけがねえって。あトランプと戦ううちに逃げ場がガタガタ言いながらと震えてた。新次郎がーってやつで勝とうとしてるんですね。うん、飛んでこなくてよかった。新次郎だけはダメだってちょっとさ、まあ確かにね若いからねトランプの圧にやられそうだよね。まあトランプになるかどうかわかんないですけどね。まあそうね、ちょっとそこ懸念してたわ。だから日本がだからちょっと言いなりになっちゃうんじゃないかみたいな。イートインでする話じゃないなと思いながら、ね、他にはですねジャーナリストのリー・ファンさんという人がいるんですけども、この人物がですねペンタゴンとツイッターの関係を大暴露。ペンタゴンが用意した偽アカウントを使ってですね中東に対してプロパガンダを流していたということを、そのプロパガンダに対してツイッター社が協力していたということを明らかにしましたと。例えばイエメンとかシリアですね、そういった中東諸国に対して情報工作としてツイッター社がアメリカの米国中央軍っていうのがあるんですけれども、そのアカウントをですねホワイトリストに登録してツイッターのトレンドに入りやすくなるようにしていたっていう。ああ、うん、できるもんね。そうそう、だ要はそれが世間の関心事ですよというふうに見せることができたと。また、ね、もし不正利用とかそういったあの、まあ、ストライクですよね、利用規約違反、そのペナルティからは外されるようになっていた。だからどんな情報公開しても、うん、そのアカウントは停止されることはなかったと。あとねシャドーバン、シャドーバン、ね、シャドーバンこれやってたらしいんですよツイッターさんね、うん、噂だったもんシャドーバンしてるみたいな。そうシャドーバンは噂でしかないんだこれ。 YouTube に関しても TikTok に関してもいろんなとこで言われるわけじゃないですかシャドーバンって。これね肌感でしかわからない。だけど元ツイッターに関してはまあ、あったということが、うんまあ、判明してしまったんですね。本当だった。特にバイデン陣営に対して不都合な情報はタイムライン上に表示されないようになっていたというふうにですねワイスさんという人が暴露しましたと。でそれというのはツイッターの会社で独自のブラックリストを作っていて、そのリストに登録されてしまうとほとんど表にそのアカウントが表示されなくなるんですって。だからトレンド入りするなんてことはもうないし、いいねやあのリツイートなんかも聞きにくくなると。もちろん見られない、ね、見られなくなってしまうとですね。あとですね、まあ、これが一番やっぱりホットというか、うん、皆さんの関心事だったのなのかもしれないんですけれども、うん、デイビッド・ツバイクさんという人がですねこのツイッターファイルの文章によるとですね、ツイッター社は公務の情報、公式と矛盾するコンテンツをですね、さまざまな科学者、医療専門家などと協力をしたりですね、またそういった不都合な情報を発信する医療専門家に対して超広範囲にわたって検閲をしていたということが判明してるんですよ。超広範囲ってことはアメリカだけじゃないかもしれない。あ、そうですね、まあ、そういった人たちをシャドーバンしたり、ブラックリスト入りさせたりですね、うん、FBI に関与させたりとか。FBI から脅してきたらめちゃくちゃ怖いね、うん、怖い怖い怖い、うん、突然家に来るのかな、今度ここまでやられたのか分かんないんですけど、そういうことをやってたということだから判明してるんですね、うん、これね、まあ日本もそうでしょう。だこういった裏工作をしなきゃいけなかったわけじゃないですか今までは、うん、でも今はコミュニティノート入ってきちゃったんですよ。だからもうこういった検閲っていうものが今なんかもう正当化されて、なんかすっごい分かりやすくやられてるっていうのが今の現状なんですよ、うん、でイーロン・マスクは確かにその言論の自由を止めるっていう名目で今回のまあ X に名前を変えてまあ企業体系を刷新したと思うんだけれども、その結果よ、その結果クソみたいな陰謀論で溢れ返ったじゃないですか、はい、いやもうそれだけじゃなくてあのインプレゾンビっていうね一番どうしようもないやつらも出てきてるじゃないですか、うん、だからその結果結局無法地帯だなと、何でも言えちゃう。じゃあその何でも言えちゃうのを利用して政府が今度良くないよねこれはって民衆に知らしめて、ああ確かに良くないかも、
じゃあ言論規制した方がいいよねっていう論調につながるからね、これ結局。そうだ、イーロン・マスクは正直俺の中ではこいつ何がしたかったんだっていう話なんだよね、結局カオスになっちゃったもんね。だからもしかするとイーロン・マスクっていうやつはあのカオスを生み出す存在なのかもしれないしね、なんかまあ言論の自由を守るとか言っときながら結局無法地帯になってるわけだし、だからまあその結果あれですよ、政府の権限が強まるっていうね、そういったまあなんかマッチポンプ式に、まあ、イーロン・マスクはペイパルマフィアですからね、お金が集まるところに動きますから彼は。だからずっとあいつフラフラしてるんですよ、金があるところにいるんで。まあだから X っていうね、そういうの X っていう文字も非常にね意味深なわけですし、よりだからイーロン・マスクがですねこのツイッターを生み出したおかげで、それを口実に政府監視がもっと強まるんじゃないかと僕は踏んでるんですよこれ。まあでもね、結局その今回 X になる前にもですね、ツイッターというものが、まあ、いわゆる陰謀論をされてたその監視みたいな、SNS 監視みたいなものをまあはっきりと行っていたということが実はこのツイッターファイルで明らかになってしまったと。だから事実だった陰謀論、これは結構驚きだよね。陰謀論もね、嘘も多いけどね、うん、なんかもう明らかに間違ったのもあるけど本当かどうかも分かんない、うん、もあるし本物っていうのも、うん、まあもう公式で出ましたからね、うん、今回のこのツイッターファイルというものは、うん、ちゃんと文章も残ってるわけですから、うん、だからまああれですよ、結局そのスノーデンが暴露した NSA がさ全人類の通話記録、通信記録を膨張してるっていうものも、まあ、あれもガチだったわけじゃないですか、うん、まあそれのちょっと優しい版ですよ今回の話は。スノーデンの話のはすごいよ、あんなとも SF だもんね、最初はそう思うよ、SF ですよ。ということなのでね、皆さんツイッター社の陰謀は本当だったってことです、これ、うん、SNS 監視はガチ。じゃあ質問いきましょう、はい、YouTube のコメント欄からです、うん、スイスでは子供が勉強を始めるときにまずメディアに言うことを信じないように教えると、うん、そうなの、うん、まあこの方曰く、うん、なるほど、その方曰くね、日本人はなぜこんなにメディアに言うことを信じられるようになってしまうんでしょうかという。そこね、深掘っていくとね結構ややこしい話になってくるんですよね。あんま一言では言えない、いや一言で言えるんだけど、うん、その一言がまずい気がするんだわ。確かにそのメディアの信用度って日本バカ高いんですよ。信用度ね、信用度っていうのはその国民がメディアを信じているランキングみたいな、うん、めちゃくちゃ上位に入ってくるんですよ。確か俺そのランキングのねあれを持ってたと思うんだよな、うん、報道の自由度ランキング低いくせに、あそうですそうです、信用度が高いっていうのがありまして、うん、そのメディアが信用できるものかどうか置いといて、国民に信頼されてるかどうかっていうことでしょうか。なんでみんなこんな信じるとか、あーなんかでもきっかけがあったんだよね確かね、それが俺もなんだっけって今俺スクロールしてる、頭の中でスクロールしてる、きっかけあった、あなかったっけ、さすがにあるんじゃない、なんか言ってなかった前、結構この話してるよね多分このメディアのそのメディアを。でもこれいつからなんだろうね、いまだに信用していないでしょ。いやいるとは思うよ、じいちゃんばあちゃん、そうそっちはテレビじゃん、テレビしか知らないから、いや結局テレビの影響ってまだめちゃくちゃ高いんですよこの国、うん、異常なほど高いんですよ、うん、テレビ見ない人確かに増えてるのかもしれないけど、結局テレビが言ったことってなんとなく信じてるんですよね。そうだよね、ありましたありました、国の中で一体何を信じてるかっていうランキング。ああちなみにですねこれは基本共通してるんですけれども、イギリスもアメリカもドイツも日本も、うん、まず一番信用されてるのは自衛隊です、まあ軍隊です。へえ、あ日本も、うん、日本もそうです、うん、80% 以上は信用されてます。でその下が警察ですね基本的には。でミャンマーは一番信用されてるのはやっぱ宗教の国なので宗教団体なんですよミャンマーが。でその次テレビなんですよ、てか同じレベルで信用されてる。逆に軍隊の信用度は低いです、なんでかって言ったらやっぱ軍事政権が樹立されてるから、だからそこで争ってるんで政治と軍で。で日本はといえば、まあ、軍が一番上です、うん、その下警察、うん、あとは裁判所、その下新聞雑誌テレビ、まあ、60% 以上信用されてるっていう統計なんですけど、うん、この 60% 台で他の国で新聞雑誌テレビが出てくる国ないです。だからそれだけ実は日本ではメディア信用度は高いってことです。まあ、信用してる人が多いってことですね。でこれなんでかといえば、うん、結局じゃあそのメディアを操ってる母体は一体誰なんだということになってくると、まあ、やっぱりその戦後なんですよ、そのメディアの形成が米国から操られたのは。だそこからなんですよ日本のメディア信用度が爆上がりしたの、まあ、明治とかももちろんねそのメディアってあったんですけど新聞ってあったんだけど、その当時は政治家が自ら作ってるんで、まあ、その時点でも政治有利な報道っていうのは結構多かったんだけど、まあ、それはあくまで日本国内の話じゃないですか。だけど戦後はやっぱりアメリカからの支持で報道してるんで、その外国からのメディア統制の濃さがちょっと強まった時期なんだよね。ここからなんですよ。でも大衆世論装置として使えとメディア。だからもう日本の支持で報道できないんですよ。
アメリカが日本を操作するためのツールとしてメディアが普及してしまっているので、信用するように仕組まれてるわなって話ですよ。テレビが言ってることは正しいと。まだその裏に今だから、まあ、もちろん米国もいるし、もっといろんな付随した組織がいるんで、まあ、もちろんそこには大手広告代理店がいたりとか、まあそうね、要は記者クラブ制度っていうのがあるんで、これはややこしいんですよ。ここですごい統制されてるから。いや一緒なんだもんね、うん、そうそうそう、ここのクラブで反すること言ったら、うん、お前もう今度から取材来なくていいよって言われて、もうその会社やっていけないじゃん。そういう持ちつ持たれつの関係になってくる、ね、うん、まあ、そういうことです。だから、まあ、そういう教育がなされてるということです。メディアを信じるようにと。でそれが親になるから子供にそんな伝えることもないって。そうそうそう、うん、だから未だに結局大本営発表ですよ。変な話変わらないんですよ、うん、結局は。まあ、ただそのスイスはそのね、教育的にそのテレビを信用しないようにと教えられてるのは、これ本当かどうかすごい気になります、ね、ちょっとね、本当だったらすごい話だよね。スイス子供いいのかな。まあスイスはね、秘密結社大元だからな。スイスだってその戦いが起きない場所、うん、衛星中立国、うん、そうそう、一応軍はあるんだ。 GIS があるからね。平和なのかね。だから、ね、平和。スイスその報道の自由度ランキング2023年12位で、結構ランキングとか上だね。報道を自由にしてる感じはするんですけど、でも信用するなという気持ち。自由すぎてもさ、わけわかんなくなりそうだよね。なんか、うん、電波ジャックとかしてくるやついいんじゃない。難しいよね。自由すぎてもよくない。そう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 、でも俺らちっちゃい時なんかニュース見ないとバカになるよみたいな、なんかそう、うん、そうなかった。それもあるかもね。新聞読まないとバカになるみたいな、うんうんうん、あったあった、うん、新聞読めとかね、なんかなんか読んだ。子供新聞とかあったもん。あったね、うん、あった。それ取らされてた気がする、うん、ちょっと宿題でありましたよね、新聞の記事の発表。あったね、あった、ね、うん、俺野球速報毎日的にそれトースポとかもじゃどうなんだろう。口の子が見つかったんだいいんじゃない言うわ速報別にいいか、子供の興味なので、うん、だからみんなトースポをおすすめします。もうそういう授業があったら楽しい。俺トースポ好きなんだ。あのさ、ドンキにさ、トースポが出してるさ、くっそ濃いレモンサワー売ってるの知ってる？確かに 14% ぐらいあるんだよ。日本酒じゃねえか。ワインとか。缶チューハイね。ありえないぐらい濃いレモンサワー売ってるから。俺ね、怖くてまだ飲めてないんだけど。やばい、ね。もし気になるって人いたら、じゃあ飲んでみて。怖いっすね。頭悪い。多分、脳を萎縮すると思うよ、多分。ちょっとなんすか。で、多分、絞られると思うけど、トースポですね。おすすめのメディア。間違いなく、それは。トースポか虚構新聞ですね。あ、虚構新聞はすごい。うん、もう何なら信じた方がいい。うん、虚構新聞を思いっきり、ね、思いっきり信じた方がいいということですので、皆さん、あの、陰謀はあります。信じるか信じないかはあなた次第です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。陰謀や陰謀論が好きな方はぜひ DMM オンラインサロン入ってみてはいかがでしょうか。お願いします。お願いします。ゴンザレスさんが今まででこれ一番、まあ、ちょっと闇に深入りしすぎちゃったかなみたいな、そこに密着すると高確率で銃撃戦に巻き込まれます。実際に、あの、過去に殺されたりとか、うん、してる事例もあるんですね。